こミン民ン氷河から溶け出た水を飲む子どもの写真なんです、でこの水は、ね、氷河の水ですからとっても冷たくてで飲むとこう山の深さに吸い込まれるようなそんな味がしました、このような、ね、水を直接飲む子どもたちを見て、ね、この氷河に現れた遺体や品をできる限り回収しなければいけないと思いました。

大学の山岳部に入ったことでそこで1年に100日以上山に山ばかり登っていましたでそんな大学生活の中で後にこのメイリーシエーシャンで亡くなることになる友人達と親しくなりましたこの写真は霊明のメイリーシエーシャンの姿なんですで山の向こうに満月が沈んでいきます これからお話しするのは私がこの山と32年間交流した物語です山の名はメイリーシェイシャンというんですが一番高い山はね標高が6 7 4 0メートルありますでチベット語で川株と呼ばれていますチベット人はこの山を聖山として信仰しているんですが私たちの山岳界はそれを深く理解せずにこの美しい山に 初登庁する計画を立てましたこの山が川株ですね京都大学学士参画会というところに私は入っているんですが、えー、そこが中国登山協会の許可を得て1988年からメイリーシェシャイシ社への登山を始めてで中国と合同で3回の登山隊を派遣しましたその2回目の登山で17人の登山隊、えー、隊員全員が消息不明になるという 大ききなな事故が起きました1991 1年のの月3日のことなんですで17人のうち2人は、えー、僕と特に親しい友人でしたでこれは、えー、登山隊のキャンプ2と、えー、亡くなった隊員が写っている写真なんですでメイディシュエシャンの山頂直下にはこのような大雪原が広がってるんですねでこのの雪原の中に えー、事故にあったたキャンプ3というのがありましたこの写真には写ってないんですがで当時の写真というのはフィルムですからね、あのー、この写真のフィルムは事故の前にベースキャンプに降ろされていたのでこういうふうに現像することができましたこの2枚の写真というのは事故から約10年ぐらい経った後に氷河から発見されたフィルムから現像したものなんですですからあのかなり画質が悪いんですが隊員たちがね 重いいい装備をソリに乗せせててて移動させている様子が映っていますあのとってもあの元気な姿で写っているのでとても懐かしい仲間たちの姿なんですこれはそれから5年経った後のですね1996年に第3次の登山を行った時のものです私も参加したんです遭難の後に亡くなった友人たちのね記憶がだんだんと薄れていく感じがあって 怖くなってきましたで彼らと生きた証を残したいと思ってメイリー支援者への挑戦を決意したんですでこの登山では僕がほとんどのルートの先頭を歩いて材料を張ったので、えー、とても充実した登山でした一方でねあの頂上まであと 500m っていうところまで迫ったんですが落石の危険があるっていうことでね途中を断念せざるを得なかったので非常に悔しい登山でした で僕はどうしても登りたくってね、あのー、隊長に対してこう言ったんです、隊長の首をかいてでも登りたい、えー、ここで消そうまくったら一生恨みますよ、えー、そういうふうに叫びましたで、特にこの4枚目の写真があるんですが、これはこの時の登山の最高到達点の6250メートルで最後に撮った写真なんですね。で頂上はねもう本当ににすぐあの辺に 症状が見えましただから僕は絶対登れる気がしましたそして、えー、1998年ですね、えー、遭難から7年経った後に登山隊の遺体と遺品が発見されたんですで出現するのはねあの50年ぐらい後だろうと言われていたので誰もが驚きましたこの写真にあの3人の人が写ってるのが分かるでしょうかここに1人ここにも1人写ってますここにも1人写ってます でこの正面にそびえるアイスホール氷の滝というんですがこれは高度差が1 0 0 0メートルあるんですねこの途中にもし遺体が見えたとしても危険すぎて収容しに行くことができないんですでこの風景の中で何人もの遺体を目にしたときに僕はこう思いましたよく、ね、ここまで降りてきてくれた、えー、心から思いましたろうをねぎらうような、ね、感謝の念を感じました これは氷河上に散乱する登山服ですね。この服はね、あの綺麗なままでまだ使えそうな感じがしました。これは寝袋に覆われた遺体です。でこの遺体を見てね、隊員たちが就寝中にナダルに襲われたことが分かりました。この遺体は全身が揃っていますが、他の多くの遺体はこう寝袋が破れてね、中でから出てしまっていて、えー、バラバラものがほとんどでした。 でその翌年の1999年にもねミンヨン氷河に遺体が、えー、出現しましたで僕は遺体が出現した氷河に一番近いミンヨン村というところに滞在することを決めたんですそれは友人たちの遺体を家族のもとに返したいと思うとともにその直前に会社を辞めて写真家を志していたのでメイリーシェーションをしっかり撮りたいと思ったからでしたでこれがそのミンヨン村です対岸から、ね、こう見下ろした ミヨン村は土土の色をしていてどんなに貧しい暮らしがあるんだろうって不安に感じましたでまたチベット人は気性が荒くてね1、えー、人で入ったら危ないっていう人もいましたで僕は緊張しながらねこのチベット人が300人暮らす村に入っていきましたでそんな不安を書き消してくれたのがこのミンヨン村の村長のチャシさんの家族でした恐る恐るね僕彼の家の門に入っていったんですが あのその家の門の柱にね、シャオリンニーハオって書いてくれていたんですね、でそれで見て胸を、胸をなで下ろしましたで、村長はね、僕に部屋を一つ与えてくれて、家族同様の扱いをしてくれたんです、村長がこの人ですね、その長女の13歳の女の子と、えー、長男の10歳の男の子がいます。 でこの3人は今も元気に生きてるんですが他の3人はねもうこの世にいません20年前に撮った写真ですでこの時民謡村に4ヶ月暮らすことになるんですがその暮らしの中で最初に驚いたのが毎朝村人がこうやって山に祈る姿でした屋上に上がって神葉樹の葉でお香を焚いて山に向かってこう叫びます「アラソロー!」 えー、こんな感じで、えー、山に向かって叫ぶんですで山への挨拶ですね、えー、その後周囲の神山の名を呼んでいって平和と長寿を願いますで僕たち登山者はこの山の頂上だけを見ていなかったんですけどもこの人たちはあのー、もっと大きなものをね山に見ているんだと感じた瞬間でしたで貧しいと思って入っていった村なんですが 実は美しい景観と精神的に満ち足りた暮らしがありましたでこの写真は桃の花の下を毎朝牛が通っていく様子を撮ったものなんですねで畑には麦のわかめが輝いていますで春はこうやって村中にむあの桃の花が咲いて桃源郷のようでしたこの写真は家族で食事をする様子なんですが あのバター茶とかねサンパっていうちょっと食べ慣れないものをそういうものが多かったんですねただみんなとねこうやって同じ食事をしているとだんだんと美味しく感じられるようになりました今では大好きですでそこの土で育った食材を食べることでその土地にこう体が慣れていくような感じがありましたこれはあの民謡氷河から溶け出た水を飲む子供の写真なんです この水はね氷河の水ですからとっても冷たくてで飲むとこう山の深さに吸い込まれるようなそんな味がしましたこのようなね水を直接飲む子どもたちを見てねこの氷河に現れた遺体遺品をできる限り回収しなければいけないと思いましたでこうやって村に滞在する間に12週間に1度の頻度で捜索に行きました氷河を歩く危険とかね疲労がありましたし 遺体を見る気味の悪さでね嫌になることもありましたが、えー、欠かさずに4ヶ月間続けましたで1999年の滞在が終わるまでに12人の遺体を収容したんですねでその後もずっと続けましたメイリーシエーシャンの周囲にはね、えー、美しい自然が広がっていましたこの写真は森の中の放牧地で、えー、標高は 4000m もあります周囲の森ではね、あのー、マスタケとか山菜が採れて あと鹿とか熊などの野生動物も、えー、たくさん住んでいます人間はそんな豊かな幸を得て生きていましたこの写真は雨季の山の様子です夏はねこの辺り雨季モンスーンの雨季になるので雨の日が多くてで山は雲に覆われていますがこの日は珍しく晴れてカバカブの山頂が頭を出しましたここに見えてますこの写真はミンヨン氷河を見下ろしたものなんです これだけ急峻な地形に多くの雪が降るので樹林限界よりも下に氷河が流れ込んでいるんですねでこれは世界的にも珍しい風景です、えー、そして先ほど見ていただいた 1000m の高度差のアイスフォールとその下の遺体発見現場もここに見えてますここですねメイリーシェシャンはねチベット人が信仰する星山なんですが、えー、山群を1周する 巡礼の道があります歩くと10日前後かかる長大な道なんですで僕はこのメイリーシエシャンに新しい登山ルートを見つけたくて、えー、この道を歩きたいと思いました1999年の滞在の最後の月に初めて巡って、えー、計3回歩いたことになりますこの写真はランツァンジャンとムジャンが、えー、その間の分水嶺のドケラ峠です標高が4 4 8 0ルあって 祈りの旗がはためいていてますで2回目の巡礼校で、えー、この峠で、ね、雪に降られてしまって、えー、ラバが急斜面を下っていけないということで泣く泣く引き返すことがありましたしかし、ね、この巡礼者たちはあの急の急峻な斜面を命をかけてでも下っていきました、えー、川株を巡る巡礼者の姿ですねでチベットでは珍しい竹をね 彼らは杖にして持ち帰って川株を巡礼した証としますで竹の杖はガトゥと呼ばれてました僕が巡礼路をねこう一人歩いてると呼び止められてねあなたが日本人なら川株に登るのをやめてくれと国として約束してくれって言われることが何度もありましたこれはチベット側から見たメリーシェシャの北西面の姿なんです で川株の東西南北にあるっていう聖地の一つの邪神というところから入りましたえ邪神村の人々はね外から来た人をこの氷河の奥に入れてはいけないと言っていたんですが僕は無理に頼んでえ入れてもらったんですで1回目の巡礼では曇って全く見えなくってで2回目の巡礼でようやく目にすることができた風景ですでこの時の僕はえ登山ルートを探していたんですね で氷河の奥へとねこう入っていく時にこれまであった巡礼者たちの顔が浮かんできてねでさらにこの山山そのものからこれ以上近づいてはいけないっていうふうに、えー、言われているような気がしたんですでそしてこの北西面にもね、えー、登りやすいルートがないないなということをよく見ながら確認して写真を撮っている時に僕はこう思いましたこのの山は、ね、本物の西山なんだ 登山をしてはいいけないんだ、えー、そういうふうに思ったんですでメイリーシュエシャンへの見方が完全に変わってメイリーシュエシャンから川株へと変わった、えー、瞬間でしたこれは朝日に染まる川株の三群ですで1999年から2001年まで川株のすべての季節を訪ねて延べ1年間滞在しました、えー、最初の滞在で村人から、えー、こう言われたんですね お前の友人がね、星山に登ろうとして死んだのは当然のことなんだえそう言われましたそれ以来僕の中で星山とは何だろうかという疑問が湧き起こりましたで3年の滞在を経てね実感したのは星山とは命の源なんだということなんですこう抜きんでて高い山があるからこういう乾いた大地に雨が降って森が広がって生き物が育まれていますでそして川株はね 仏教の守護神として精神的な支えにもなっていますでこの山を見ると自分自身の生活の中でねこういう川株のような存在は何かと問いかけられているような気がしますでメイリーシェシャンでのね滞在をまとめた本を2006年に日本で出版したんですが僕はその後いくつかの活動を始めたんですでどれも川株から影響を受けた、えー、活動でしたでまず茶眞古堂の旅に出かけました C3、えー、ンパンナからメイリーシェシャンを経てチベットのギャンセという町まで、えー、2年間にわたって撮影しながら巡りましたでこの旅の原動力っていうのはミンヨン村で毎日飲んだバター茶なんですね、えー、寒冷なチベットでは育たないお茶それがねどこからどうやって運ばれてくるのかという疑問が出発点でした次はねヒマラヤの聖地を訪ねた話ですでこれは研究者の調査に同行してインドとか えー、ブータンのチベット文化圏を訪ねてねその土地の聖地を撮影してまいりましたチベット人が暮らす土地には大体いい自然信仰の聖地がありますこの写真はインドのラダックというところにあるゴンパランジョンと呼ばれる聖地なんですね天然の寺院という意味だそうですでこれはねあの球状花崗岩というあの丸い小さな石なんですがそれが多数埋め込まれたお岩をご神体としていますでそれはね インドとユーラシアがの衝突した時にできた岩を信仰することなんですがその姿が何か地球の歴史に祈りを捧げているような感じがしましたでこういう小さいものも含めて多くの聖地を訪ねてきたんですがやっぱり川株のこの奥深さとか大きさを超えるものには合うことがありませんでしたで写真撮影のねそういう仕事を続けながら川株会という研究会も作りました チベットやヒマラヤのね自然信仰の聖地について日本で学んで実際にそこへ出かけるという活動でしたでこの写真は川カ部カ会のメンバーとメイリーシェイシャンを訪ねた時の写真なんですねでこの会の活動っていうのはあの一般の人に聖地の素晴らしさを伝えるということもありましたしそれとともにメイリーシェイシャンであの亡くなった17人をね追悼する巡礼の旅でもありました えー、2008年にはね、あのー、最初の方で見ていただいたあの茶ち村長の娘彼女が来日しましたこれは民謡村にね恩返しをしたいっていう山岳会の OB が支援することで実,実現したんですで語学留学を経て京都の大学に見事に合格してで4年間しっかり勉強しましたでさらに卒業と同時に山岳部と結婚をしたんですねこれには僕も驚きました そのね卒業式と結婚式の時には茶師村長にも来日してもらったんですで1ヶ月間日本を旅行してもらいましたでその後もねあの2人の子供に恵まれて、えー、2023年の今も彼女は日本に住んでいます、えー、今年行った最後の捜索のことを少しお話ししますねで先月から今月にかけて20日間ほど氷河の捜索のために三浦村を訪ねました で今週帰ってきたばかりなんです17人のうち1人だけ見つかっていないので捜索活動を続けずっと続けてきたんです、えー、でもね出現する遺品がすっかり少なくなったので今年遺品が少なければ最後にしようと思っていましたで私たちの滞在中にね、えー、遭難で亡くなった隊員のワン・ジェンホアさんの息子さん、えー、この写真の大きな人ですが えー、彼も村を訪れて一緒に登山隊の記念碑をお参りしましたでこの記念碑っていうのは京都大学学士産学,学会が中心になって2006年にね建立したものなんです今も村人に大切に守られています、えー、そしてこのメイリーシェシャンのね創作活動と山麓での暮らしを描いた、えー「メイリーシェシャン17人の友を探して」という本があるんですがこれが、えー、2021年 2年前ですね中国語で翻訳出版されましたで今回4年ぶりにミオン村を訪ねることができたのでお世話になった方々にね本を送りましたでこの写真の女性はニマウムという人なんですがもう他の町にねあの移り住んでしまったと聞いていたので会えないと思ってたんですが今回久しぶりに会えて嬉しく思いましたで本にはね彼女が24年前15歳の時にと 撮った写真が、ね、掲載されていてとっても、あのー、素敵な一枚で僕が好きなのでそのページと一緒に写真を撮らせてもらったものですこの写真は茶師村長に本を送った時のものですでこの人の助けがなければ創作活動をね25年も続けることはできなかったですで右の写真は茶師村長に渡した本に書いた言葉なんですねで彼に対してはあなたの全面的な協力があって 25年間の捜索をやり遂げることができました心から感謝しますそう書きましたで今回10年ぶりにですね登山隊が最後に通過した結一本村というところを訪ねましたでこの村の上部に登山隊は BS キャンプを建てたんですねで以前はねあの伝統的な家が立ち並ぶ素朴な村でしたが いつの間にか車道が通じてホテルまで立って1日に何百人という観光客が訪れるということを聞いて本当にびっくりしましたで今回の旅にはねこの最後の創作になるかもしれないということでそれを撮影したいというドキュメンタリー映画の撮影チームも同行しました彼ら最初は日本に来てでそこから撮影を始めて1か月間と撮影をしてくれたんですがこの北京から来たメンバーなんですが誰も体調を崩すことがなくてね 本当に朝早くから夜遅くまで、えー、一生懸命撮影に励む様にあのとても感心しましたでこの25年間、えー、1998年から始め,始めましたから25年間、えー、この民謡氷河がねすっかり縮小してしまいましたで今回も4年ぶりに見たんですがさらに大きく後退していてこうやって川床があらわになっていてね氷河上を歩くと思っていたのがそういう部分が全くなくって驚きました 以前の氷河っていうのは厚さが30メートルぐらい、ねこの天井ぐらいあると思います。もっとかもしれませんね。当時歩いた道ははるかに高いところにあって、もう通ることができない状態でした。でこの写真は20年前に撮った氷河の写真なんですね。ほぼ同じところから撮っているので、この当時20年前はこうやってあの谷底が氷にすっかりと覆われていました。でこうやって氷河の表面っていうのは 土砂が堆積していることが多いので一見じ地面のように見えるんですけども実はあの中は全て氷なんですでこの巨大な量のね氷が溶けてしまったことに恐ろしさを感じますえこの写真はえ今年のミニオン氷河の末端の写真なんですねその25年前から比べるとこの末端の位置が 1km ぐらいずーっと後退してしまいましたで手前にはねこうやって大きな池が あの溶けた水で大ききな池ができていますで平坦部がすでになくってねこの休憩車のアイスフォールだけが、えー、あったのでここに登って捜索をするかどうかちょっと迷ったんですね。でというのはあのアイスフォールっていうのは急なところですから上から本当にもう車の大きさぐらいの、えー、氷がドーンと落ちてきたり、えー、大きな落石があったりするのでとても怖いです。でも考えた挙句にね やっぱりこの休憩者の氷河を登ることにして遺品を探しましたで最後の捜索になり,たなりそうだったので、ね、危険を承知の上で氷河場もできる限り探しましたでも結局何も見つかりませんでしたさらに、ね、あの氷河が溶けた谷の下流もくまなく探したんですでも見つかるものはほとんどありませんでしたで下れるところまで下っていくとこ,うこの写真がそうなんですが 傾斜が急になって下の方まで見渡せたんですねでさらそこを望遠鏡で探したんですけども何もありませんでしたでねもうこれ以上危険を冒して探す必要はないとここではっきり分かったんですねでこの場所が1998年から25年間続けてきた捜索活動の最後の場所になりましたこれは24年前の茶室村長と僕の写真なんです 最後の1人をね見つけたいと思って続けてきた活動なんですが、今年の捜索によってね。もう探す意味がないことが分かりました。で、これで捜索は終了する予定なんですが、この間に育んだね。現地の人との友情は終わらないと思います。彼の他にもたくさんの友達がいます。で、そういう茶室村長や村の友人たちとの関係を、これからも大切にしていきたいと思います。 でこれは日本に暮らす茶師村長の、ね、娘との関係も同じですで時に、ね、彼女はあの困難にぶつかることがあるんですがでもカ、川カブから、ね、僕があの受けた恩を返すためにも全力で支援し、えー、彼女を支えていきたいと思いますそして、ね、この彼女の子供たち2人の子供たちが、えー、日本の私たちと川、ね、株カカとのこれからの駆け足になってくれることを楽しみにしています、えー、最後の写真です 夜にね月明かりに照らされた、えー、川株の写真ですで僕はこの写真を見ると川株の向こうにあの地球が見えるような気がするんですね宇宙から見た地球ですで川株も地球もね人間の背後にある自然という意味で同じだと思いますでそういう意味で自分たちにとってのね命の源っていうのがどこかに必ずあるっていうことをね川株は教えてくれました 捜索活動は終わってもその教えは終わらないと思います。これで終わります感謝